どうもみなさんこんにちは、キュウです。ですね、今の時刻はですね、今日もこれ撮ってすぐアップします。で、13時43分に撮ってるんですけども、スパーキーのね、プロのアッシニさんっていうガチの、僕がもうね、クラノワ界で一番尊敬してた人、はい、こちらでございます。はい、これ見えるかな。はい、アッシニさんがまあちょっとプロやめますと、ただフナティックっていうそのプロチームにはまだまだ関わっていくよみたいなツイートされた時に、まあ僕引用ツイートしたんですよ。で、こちら返信来ました、マジで。Now you are the Sparky God。 待って、どういうこと。Now you are the Sparky God。 Sparky God はもうスパーキーの神ね。Now 今 You あなたはスパーキーの神だ今。なんかね、僕ね、韓国に行った時も、なんか僕普通に歩いてたんですよ。そしたら、クラノワおそらくプレイされてる方なんでしょうね。声かけてくださって、ピクチャーみたいに言ってきて、センキューみたいになって、カムサムニタみたいになって、撮って、そしたら、なんか、すごい、こう日本語喋ろうとしてくださったんですよ。そういうの嬉しいよね。そういうのすごい嬉しくて、なんかそのスパーキー見てますみたいな。韓国までスパーキーみたいな感じになったり、なんかこう、キヨキヨさんのスパーキーが、なんかね、海外で見てられますよとかね、そう言われるんですよ。ありがとうございます。ということですね、今回は、ちょっとね、スパーキーゴッドとか言われちゃう。あ、なんでクロスセッティングしてんのこれ。ちょっと熱いな、クーラーつけよう。うん。やばない。嬉しいですよ。嬉しいですけど、もう僕がなんで今クロスをですね、こう選択してるかっていうとですね、僕のその仲いい人たち8人ぐらいで、クラロワ裏リーグっていうのをやってるんですよ。これ、非公式で。うん、僕の仲良い人たちでね、やってて8人ぐらい参加してるんですけど、もうエクセルに勝敗を記入して、キヨキヨの今の勝率とかも出しちゃってんの。何や、アラーム来た。アラーム、目覚まし時計ですね。はい、昼に起きるんで僕今ね。そうだから、そう、勝率とか出してるから、で、いろんなデッキでやりたいなっていうところで、クロスを使いましたというところでございます。で、今使ってるデッキがね、こちらのキヨスパがね、まあ、アッシニさんからもうパクっちゃったんだけど、そのキヨスパがね、ちょっと今ね、そんな強くない説がありまして、なんかその、枯渇が多かったりするんだよ。僕のトロタイだとなんか知んないけど。で、バルチェとか多いじゃん。だ結構刺さりにくいっちゃ刺さりにくくて。やっぱこれがね、安定しちゃうんだよね。なんかこのゴボリちゃんが、うん、ゴボリちゃん強いんだよ。うん。皆さんの好きなデッキは何ですかみたいな、そういうテレビショッピングで挟みつつ、最近流行り、これマジうまい。これマジみんな買ってください。東京牛乳ラスク。これ絶対買ってくださいみんな。セブンイレブンで売ってます。で、セブンイレブンに売ってんだけど、ちょっと高いんだよね。あれ待って、いくらしたっけな。おはらー、おはらー、バン。東京牛乳ラスクってさ、いくらしたっけ。500円ぐらいしてんの、ワンちゃん。ちょっと高いね。高いんですよ、皆さん。高い。東京牛乳ラックス高いんで。ちょっと高いですけど、まあ、結構ボリューミーでね。12枚、14枚も入ってるんで、ラスクが。これ絶対買ってください。マジうまい。ということで、今日もですね、今シーズンね、トロ3、違う。あとね、29日あるんですよ。29日あって僕5400いるんで、これワンチャン展開目指せんじゃないのっていうところでね、今日も、いきたいと思います。ということで、じゃあ、最近やっぱこれでトロ上げしてること多いから、今日ね、やっぱ、アッシニさんリスペクトで。I love アッシニ !This deck! I play! Let's go! ポチン!やっぱ、これのデッキで僕は育ちましたから、タワーレベル12。うん。僕、このデッキで育ちましたんで、なんだろう。なんかこう、あるでしょ皆さんもさ、このお菓子食べて育ちましたとかさ、この番組見て育ちましたみたいなあるじゃないですか。僕、それなんですよ。てか、石浮かんでんだ、これ。ちょっと待って。ちょっと待って、やっぱスパーキー流行ってるよ、これ。え?待って、一緒じゃない?一緒じゃない?どういうことな、ジャイ君の、ジャイ君の。あ、来ない。ドン、オッケー。よし。え、待って、うわ、ネクロ。これは全然違いますね、デッキとしてはね。うわ、すごいデッキだな。いやー、この一体で命削られるんだよな。うん、くっそー。
まあ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 。え、何、待って、何、どういうこと、相手の敵、何、スパーキー、ん、うん、スパーキーネクロ、うん、プリンスムート、何やそのデッキ、ありがとう。なんかみんな結構中型系のキャラが多いのかな。これ玉砕いってみますか。いやー、パンケーキ入ってんの、贅沢なデッキやな。贅沢お漫画なんでしょう、贅沢お漫画なデッキ。うわー、これでも相手これで、これね、スケルトン部隊やると、あ、ってこれ入っちゃうんじゃない、あっぶね、そう、スケルトン部隊やるとザップ入っちゃうなと思ったんで、今なんかちょっとガゴ群れにしてみました。はい、ちょっと贅沢感出してきましたよ。うわ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 。でこのムートはこう美味しくね、よし、ローリングウッドとか入ってないね。オッケーオッケーオッケー。いや待って、ほんとね、スパーキー楽しいんだよね。なんだろうね、このスパーキーの楽しさ。なんかその、なんだろうな、なんかこう翻弄していく感あるじゃん。なんかこうゴブリンバレルとかもなんかこうなんか裏に出したりさ、そういうの楽しいんだわね。やべえ、まあスパーキーの時間、スパーキーね、あんま被りたくない、被りたくないっていうか、相手が先に出させた方が強いんですよ。そう、誰も気づいてないですけど、いや気づいてますけど、あん、あー、ちょっと待って、まずいぞ。いや、まずくはないんですけど、いや、強がってはね、ちょっとさ強がって、まずくはないんですけど、まずいよね、だいぶまずくはないですけど、なんかまずい気がする。え、なんでこんな相手ぶっぱするエリクサーあんの、ぶっぴん、ぶっぱゲーミング、ぶったゲーミングじゃん、ちょっとほんとに。なんかやだな、やだな、この人。うわー、なんかつけてくるの、つけてくるの、ムーティング、ムーティング、ムーティングオベーションからの絶対ザップでしょ。やめなさい、あなたやめなさい、あなたやめなさい、やめなさい、やめなさい、やめなさい。いや、ここギリ耐え、いや、ここ耐えらない、耐えらない、耐えらない、絶対耐えらない。いや、つらい、つらい、つらい、いや、いける、俺はいける、俺の。打て打て打て打つ、オッケー、よし、いきます、ここで俺決めます、決め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 、オッケー、あっち行って、あっち行って、オッケー、センキュー。でも相手多分ね、もうぶっぱしてくると思うんですよね。なぜならば、もう僕が割と勝てそうな位置にいるから。おお、オッケー、今見てなかったわ、俺も矢の雨ずっと見てたわ。やっぱこのデッキ楽しいんだよな、なんかやりとりっていうかさ、自分のフィールドにどんどん持ち込んでくる感がすごい楽しいんだよね。よし、もう一回行こう。うん、よし、ラスクでも食べる、ラスクでも、ラスク食べちゃう、ラスク、これマジ、マジうまいから、これマジうまいんだよね。うん、あ、いい香り、牛乳だからいい香りなんだよ、これ絶対食べてほしい、マジで。うん、うまっ、うまっ、ラスクうまっ、うん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 、うまっ。相手何のデッキこれ、うん、うまー、 OK、 なんかこれでも形作ろうかな。あー、うまっ、おー、でもね、改善してほしいところがあるんですよ、このラスクに。これね、マジでマジでボロボロこぼれるんですよ。もう僕昨日机の上で食ってて、あ、まあまあまあ、ロケットぶっ壊す、うん、机の上で食べてて、なんもう机の上がボロボロ、うん、うまっ、うん、本当にうまい。なんかやだね、
ボーリングウッディか。うわ、すげえ嫌な人。うわ、ロケッティアもあるでしょ。一回やってみます。マジか。それはすげえ。うわー、つらい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 。一発、うわー、うよー。いや、俺はいける、俺はいけると知ってる。いきます、俺のターン。スパーキーよろしく。ちょ、ラス忘れてた。ゴブリン系 YouTuber がロケットをぶっ壊す。はい、僕リアルに1時間耐久やったんで、ぜひと見てください。皆さんまだ見てない方ね、リアルに1時間耐久やりましたからね。本当にマジで見て、本当に辛かったから。あ、いいんすねそれ。あー、でも間に合わねえ。うわー、いやー、なんか相手うまっ。まあ、ローリングとロケット入ってたんで結構さ、相性的に厳しかった。でもさ、まあ、相性はね、でもさ、嫌じゃない？なんか俺友達とさ、YouTube じゃねえわ。なんか、クラロワやっててさ、うわ、今の相性だわとか言うてさ、まあ、いいんだよ、いいんだけどさ、うわー、でも結構俺辛いわ。でも相手もさ、攻めにくいと思うんだよね、でも。ガゴムレがぶっ刺さったけど、でもトルネザップで焼かれたしな。まあ、これはちょっとぶっちゃけ辛い認定しましょう。はい、僕、王引きずるんでね、はい。うん、基本的に嫌なことがあると、基本的には忘れようとするんですけど、なんだかんだね、1時間ぐらいは忘れられないんですよ、僕。うん。ということでね、今日はですね、スパーキープロのアッシニ選手が引退されたということで、まあ僕もその動画でアッシニ選手の名前もかなり出してきてましたし、僕のチャンネルっていうか、僕の動画で、アッシニさんのことを知ってくれた人も多いかと思いますのでね、一応、ご連絡、ご報告の動画でございました。そしてラスクが、うまい。チャンネル登録がこちらをポチ、チャンネル登録していただけますと、僕のモチベーションが急にと上がりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録お待ちしてます。そして、こちらおすすめ動画ございますんで、まだ見てない方、ぜひとも見てみてください。スパーキー動画とかもあります。ということで、ご視聴ありがとうございました。